ヤンバルトサカヤスでは、節足動物も安ナ綱焼け安デ家に属する安デの一種で、ある。台湾原産で、種商名のハリオネンシスは、カレンのという意味であるが、東部のカレン県のみならず、台湾東各地で普通に見られる。成虫は、体長2.5から3.5センチメートル。体色は、褐色で、淡褐色と濃褐色の縞模様がある。本種は日本では、 外来種である。湿度の高い草地や、落葉の多い土壌、道端の側溝など、日当たりの悪い、湿った場所を好む。昼間は日射を避けて、日陰に潜み、夜間に活動する。降雨の後など、特に湿度の高い夜には、集団で大移動する。落ち葉やくつき、堆肥など、分解の進んだ腐食質を主な餌とする。海浜近くにも出現する。 ヤンバルトヤスでの寿命は1年程度である。集団で移動する時期が4から6月と10から11月の年2回ある。繁殖期は10から11月で交尾後は約1ヶ月で産卵する。このタイミングは低温、短日条件により有機及び制御されていることが示唆されている。卵は直径0 5ト、mm、ルほどの休憩で乳白色。 一回の産卵で数百個の卵が棒状に生み出される。卵は8日程度で孵化して乳白色の幼虫となり、亜生体を経て生体となる。孵化直後の幼虫期は乾燥に弱いため主に地中で過ごすが、成長とともに地表に進出するようになる。特に湿度の高くなっている雨上がりの夜間には集団移動が見られる。台湾原産。 1983年に沖縄本島へ侵入後、生息域を北上させている。本州の神奈川県や埼玉県、静岡県でも確認されている。樹木の移送などに随伴して土壌と共に卵や幼虫が運ばれ伝播するものと考えられている。人体や農作物に対し積極的に害を与えはしないが、大量発生して不快さを模様させる。 不快害虫である。大発生時には1平方メートルあたり103から104、微気の高密度群衆となるため、列車がこれを踏みつぶし車輪が空転し、交通の妨げとなる場合がある。本種、特に幼虫は、乾燥に弱いため、幼虫期に合わせた下草の除去や、速攻の清掃、土壌の掘り起こしなどが、効果的である。また、 薬剤の散布は地上への進出に合わせて行う。居住空間への侵入防止策としては、ローやステンレス板、紙製ガムテープなど、表面の平滑な素材で、安手返しを作り、設置すると良い。奄美大島などでも大量発生し、対策が求められている。鹿児島県は、鹿児島市の科学メーカー、産経科学と共同し、駆除剤の開発を進めている。 これまでの研究で、こし草や毒ダミといった植物に、安手を遠ざける効果があることが分かってきており、実用化を目指している。なお、駆除のために焼いたり熱湯などをかけて刺激すると、シアン化水素を含む悪臭ガスを放出する。このガスには他に、フェノールやクレゾール、グアやコール、安息抗酸がメチルなど、いくつかの方向族化合物が含まれ、 気化したガスを大量に吸うと、頭痛や下痢、吐き気といった症状に襲われる。奄美市における駆除鹿児島県奄美市では、農協で駆除剤、コイレットを取り扱っており、購入の金額の半額を補助される支援が行われている。また他の地方自治体でも、類似の補助が行われている例がある。ありがとうございます。